ウグイスが、この大島桜見ました。見ないと、もう5分咲き以上は、ね、そうね、咲いてますね。やっぱり一番早い。毎年早いですね。毎年早い。ね、うん、あの辺りがね、日当たり良くてね、風がね、たまるんで、ね、あったかいんですよ。なるほど。だから野市郡はあそこだけ早いです。わらびとかね。あそこら辺だけど、東部はやっぱりあったかいんですね。双眼鏡だったら見えるかも。赤潮鉄塔よりも右です。ハルカスよりも左。ハルカスの左。ハルカスの左側にちっちゃいビルあるでしょ。はい。あの黒っぽいちっちゃいビルと赤白鉄塔の間のあたりの奥が関西国際空港、関空ですね。わかる。ちょっとわからんかもしれませんね。こっちじゃないの？右じゃないです。左、ごめんなさい、左じゃなくて右です。赤白鉄塔よりも右です。陸地の方はもちろん左ですけどね。赤石の鉄塔よりも右です。あのちっちゃいビルの左側。こっち海峡橋は見える。そうですね。もうちょっと日が当たるようになるけどね。そこそこ見えますね。花火大会ね、京都芸術団体って、もう去年が2回が、今年第3回目、多分すると思うんですけどね、もう6月ぐらいだったら、この騒ぎを収まってると思うんやけど。で、ここから清水寺見えるっていうのはすごいな。うん、あの本堂は見えないですよ。三重塔だけ。あ、三重塔が見えるんですか。ね、本堂はね、ちょっと見えないですよ。奈良の大文字も見てますよ。さっきの東大寺の右上なんですよね。煙が出てるあそこのちょっと右上にちょっと山の真ん中あたりはげた感じがあるでしょ。あります。人という字みたいな感じで、あれは大の字です。あの若草山のもうちょっと右です。ああれそうなんですか。おお。あそこもね、あの山行きというか、あの五山の送り火みたいな、あの送り火みたいなやるんですね。あれ一日遅れやったんじゃないかな。一日早かったらどっちだったかな。なしか京都とは違う。あの大乗の字は京都よりも大きいはずですよ。大きいんですか。ええ。多分これ。気持ちいいな。どこですか。山科。あの比叡山から右へちょっと低いところにこう、ま、山の裾の広がってる町があるじゃないですか。あれ山科ですか。山科です。おお。じゃああの向こう琵琶湖ってことですか。まあそうです、あの山の向こうですね。だから右側の方琵琶湖になりますね。へえ。右奥の方に広がっていきます。すごいな。たまに息吹が見ることがあるんですよ。おお。ちょっと遠いですよね。あっちは何
え、山ですか？あの山は、大変は今はメーテル一番高い山ですか、はい、あれは低いですよ、500メーターぐらいしかないと思う。あ、そうなんです、うん、大峰山って大した山じゃないですか。あ、そうなんです、ね、だからあっちは、京田辺とかじゃないんですか。あ、常用ですね。あ、京田辺はね、川で手前ですわ。あ、そうなんです。傷が上がるじゃないですか。はい、どういったから鉄塔があるんですよ。あります、あります、大量鉄塔、はい、の左下に煙突があるんですよ、白い。はい、あります、あります。ちょっと右側に赤い橋のあります、あれ。あ、あ、ほんま、山城大橋、山城大橋、おお、ほんまや、あれから傷があるんですよ。ね、あ、そうなんや。手前が京田辺で、奥が城陽とか井手町とかあります、ね、あ、僕あの橋のところの横にあの山城自動車教習所っていうのがあって、そこで免許取ったんですよ。あ、そうなんですすげえ、あ、ほんまや、そうなんです。へえ、すごいな。おお、あそこの雲に隠れてあの辺が十分線って山ですね、682メーター。ここのちょうど倍ですね。あ、それはだいぶ高いですね、うん、まあでもあっちの、ね、比叡山が848だし、あたごは924だし、金剛山に立ったら1125だし、お、はい、あ、高いな、確かに、ね、あっちのもっと奥の方にはあの大峰山って高いのが1915メーターだから、八景温泉とかの辺が高いのがあります。もう関西の近畿の屋根とか出てる。お、ここが高いのは、まあ6個が931メーターですかね。あ、泉佐野のビルも見てますな。泉佐野 の, あのビル、何だっけ、リンクタワーゲートか。え、どれですか？あの黒いのじゃないですよね。黒いのはね、境のビルです、ね、山のところがちょこっと出てるやつでしょ、はいはい、あれは境のね、UR のビルです。4階ぐらいあるんですけど、ね、それよりちょっと右奥にね、あの山のてっぺんに向かって白いっぽい高いやつが1個だけ細いのが立ってるんですよ。あ、さっき言ったあのと、なんか、ハルカス、ハルカスよりもずっと左ですよ。左ですか、ええ、ああ、あれですか、はいはいはい、山のね、そうですね、ちょうど上で切れてるような感じ の,、ええ、感じの白っぽい高い、はい、あれがリンクタワーゲートですね。その下にあのさっき言ったあの長い陸上競技場があったでしょ。あります、あります、 あります、その左上あたりね、うん、それは女は間違いないよ、リンクタワーゲート。すげえ、あそこだから、あその辺から、関空に向かって、橋が伸びてるんですよね。でも関空はその赤白鉄塔よりも右側になるんです、うん、ちょっとはるかさ後ろの方に見えてる陸地がね、友ヶ島って島があるんですよ、はい、うん、淡路島とあの和歌山の間に紀山海峡のところに島がちょっとあるんですけど、それがちょっと見えてますね。なんかそう、片野さん観光ガイドみたいになってますね。すげえ、すごいな。数字がポロポロポロで言おうとくる、すごいですね。びっくり。上まで登って、そこからまた右の方に登っていくんです。はい、の登り切ったあたりのちょっと左ぐらいかな、ポンポン山ですね。あそこで648メーター。すごい。642に行ったら行くもん。あ、そうです。あの、ここの場合ですか、ね、お水取りですか。いや、去年見た時はダメでした。やっぱちっちゃい、ちっちゃい、あの体温がね、うん、大体末大気圧だったら見えるかもわからんですけどね、ちょっと、うん、方向的にはあの、ちょうどね、大門、大門寺じゃないかな、東大寺の左側、あそこに2、3個ちっちゃい建物あるでしょ、左側の上の側で2月堂です。右下が3月堂、あの法華堂やからね。どうでしょうね。1回、あの5分間隔かなんかで、ね、走らなきゃね。そうですね、見えるかもわからないですけどね。で、何が見えるんだ。四国は見えるんですか。四国が、ね、見えることがある。淡路島の向こうに、淡路島の向こうにね、見えることあるんですよ。すごい。私はもう多分ね、でも10年ぐらいで1回ぐらいしかないですからね。おお、貴重ですね。でもその時気がつかんで、後で写真を見て、うん、ああ映ってたって。
すげえ。もうちょっと左側にね、煙突があるんですよ。ここありますあります、うん、黒いやつ、うん、はい、あの煙突が南港の発電所の煙突です。へえ。あの WTC はあの前島とか、ま、あるじゃないですか、はい、夢島とか、あの手前に先島っていう島があって、はい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 、そこなんで、まあ南港っては南港かもしれんけど、あの大阪先島長所のこうやって見たら近いか、うん、そんなに遠くないです。23、23キロですか。なんか手届きそうじゃないですか。京都までとほぼ同じぐらいです。あ、そうですね。うん、おぉ。ハルカスまで24キロ。意外と。大阪市内まで22、3キロだから。なんでそれが、どうやって測るの。京都はもう22、3キロです。はぁ。太陽の塔まで16キロ。東大寺も16キロです。ほぉ。明石海峡橋までは66キロです。はぁ。すごいな。なんでポンポン、それようポンポン出ますね。大阪城見えるか。あ、大阪城みたいですね。ちょっとどうかな、大阪城見えるか。肉眼じゃ厳しいです、もちろん。そりゃそうでしょう。あ、さっき言ったね、どこや。ダメだ。あ、煙突とあの WTC のビルの前だ間ぐらい、京橋とツインビルあるんですわ。あ、映れ。ちょっと煽りやつ。こっちちょっと暗いから、終わったかな。あるんですか。ちょっと待って。おお、結構映りますね。ちょっと待ってください、ね。これだ。頂上だけ、一番上だけですか。てっぺんだけ。あ、ちょっと待ってください。大阪城。あれ。ちょっと待ってください、ね。あれ。え、これです。あ、緑の。あ、社長が見えね。ほんまこれですね。大阪城のてっぺんだけです。すげえ。落ちる落ちる。あ、今も見えるかわからん。あ、見えてます見えてます。え、見えてるんですか。私も。あ、飛行機飛んでるの見えた。あ、飛行機は見えます。飛行機は飛んで、よう飛んでます。飛行機は迷う飛んでます。あれ、痛みに降りるやつ ね。あ、降りてますよね、大阪市内の上を大体飛んでって、で大阪府警で、大阪城で、で、観音さんってどれですか。観音さんはね、観音さんって肉眼には厳しいですよ。ですよね、うん、ああ、あれか。え、わかるんですか。あ、白っぽく、あの右に走っていったのが、あれ、飛行機。ここにあります、ね、右へずっと飛んでる。あれは見える。もう明石海峡を越えました。まだ越えてる。いやいや、越えてる、全然まだビルの上あたりですか。何何どこどこ分かんない。観音さんはね、観音さん、それは光が当たらなかったら見えんじゃん。うん、ちょっとね、天気良かったら結構見えます。いや、結構でもない。逆に、いや、逆ってなかなかそんな見えない、ね、あ、そうなんですか。だから今日は結構いい。まあ解説者がいい。あ、そうっす。今日のコンディションはかなりいい。いや、もうちょっと光が当たればね。あ、もうちょっと、あ、そうか、ね、そうこれぐらい進んでれば、あの肘さえ当たってれば見えます、ね。あ、見えるんですね。おお。しかし、今日の明石海峡の大橋があんなにはっきり見えるというのは珍しいね。まあ、最近見たことない、ね。そっか、あれがそうなんや。あの、左のあれ、橋脚やろ。左は橋ね、はい、右はちょっと右は山の向こう側です、ね、頂上だ、てっぺんだけちょっと見えてます。あ、今飛行機、あ、あ、これ、そうですね、おお、あれが痛み降りていくやつ。そうです、そうです。あんな小さい、あ、そうですね。あ、見失うぐらい、あ、今神戸の上ですね、あそこ、ポートピアの上あたりですね、三宮の上あたりですね。でも実際ずっと向こう、手前やからね、飛行機はね。ですよね、だいぶ手前です。神戸のポートタワーも見たことありますけど、今日は見えないけどね。望遠鏡買おう。望遠鏡買おうから。まあそうですね、全然見えるもんね。東大寺、ここから撮った写真、これですわ。東大寺、え、ここから撮ったんですか。ええ、ここから撮った写真、でこれです。おー、よかったらどうぞ。あ、差し上げますよ。あ、いいんですか。 ありがとうございます。
あのいやそんなけど俺ら通過やねん。こっからこっからってこっからあのあこですよね。あ、よかった。はい、そうですそうです、砂丘のあれですわ。いや、すごいすごい、これはすごい。え、こっから撮ったんですか。それ後ろにね、あの私のブログのこと書いてますので、あれだ、あの見てもらったら、あ、もう拝見します。ええ、ほんまや。ええ、あのこのこれで検索すればもういっぱい出てます。あ、ありがとうございます。それはもう明石海峡からなんか全部今で撮ってみたのが写真がいっぱいありますわ。あ、ありがとうございます。すげえ。加納さん持ってきたことありますしね、あの青山高原の風車持ってきてますし。こっからですか。そう、面白い。全部こっからの写真です。こっから青山高原、ええ、あのあそこの万博のあの太陽の塔の手前にモノレールも写ってますし、新幹線も写ってますし、もうぜひ拝見したい。船もね、サンフラワーとかあんな船も写してますよ。クイーンエリザベスじゃないですか、最近、ね、出てってきたプリダイヤモンドプリンですか。 あれも写しましたよ、ここから。こっからも3年今流行りの。あ、どうも、こんにちは。昔のあれやけど。ありがとうございます。すげえ。